はい、皆さんおはようございます。今日はですね、新型コロナウイルスで、まあ、落とし穴対策でね、日常生活の中、食生活の中とかで落とし穴が、あるんじゃないかなということで、まあ、実際にですね、これ、まあ、食事しながらですね、これ今朝収録してますんで、飯テロではありません、飯テロではないですが、はい、皆さんにねお見せして、注意喚起しようかなっていうふうに思います。はい、私ね、こうやって今パン焼きました。まあ、まず一つ目ですね、パンはもう今後箸で食べてください。ちょっと食べます。でね、まあ、パンを箸で食べるっていうのはもう結構前から僕やってて、でうちの家族、両親とかがね、まだちょっとできてなくて、まあ、そこはまあ注意喚起してるんだけど、まあでもパンをこうやって箸で食べるっていう習慣はね、多分変わんないと思うんだけど、まあ、ただね、自分ね、こうやって新しく何かやるって時はもう常にね、まあ、これも練習だと思って、これも習慣づけ、癖づけの練習だってことでやってます。はい、あ、落ちちゃった。うん、まあ、ちょっとね、今雑に食べてますからね。だからロールパンとかでもそうですね、ロールパンとかでもブスッと刺して、焼いたやつをブスッと刺して食べてます。うん、とにかく手を使わないってこと。だから以前はね、2月の下旬だったか3月にインドカレー行きまして、インドカレーで手で食べるよね。でその時もね、やっぱちょっと抵抗があったんですけど、でその時はね、まあ別に何ともなかったですし、うん、野外とかでどこ触ったか分かんないような手で、まあなんかこうパン物を食べるとかっていうのはちょっと注意が必要かなって今思ってます。家の中だったら、まあ、手洗いするじゃないですか。だからパン食べる、どうしても手で食べたい時っていうのは、なんだ、まあ、手をねしっかり洗った後で食べるっていうね、手洗った後でどっか触れて、でそこにまあウイルスがついてて、でそれをまあ手で触ってそのまま口に入れてしまったってことになりうるんで、なので私の場合はもう決めてます。もう嫁にもね、そのように徹底してまして、うん、パン物を食べるときは絶対に箸で食べると、子供にもやらしてます。一番下の子は無理ですね。うん、一番下の子は無理だし、うちの両親もね、今までの習慣があるから、で父親はパンは食べないんですよ、ご飯なんですよ、朝とかね。だけど母親っていうのはね、パンいつもこう手で掴んで、今日もだからコンビニに行って買ってきたパンを掴んで食べるってことやってた。でこのパンの食べ方についてもちょっとやってみますよ。こんな感じで、なんだろう、唇の周りに食べ物がぐちゃっとついた感じで食べると、ハンバーガーとか特にそうですね。で野外とかでそれやると、口とか顔全体のところにいろいろ、やっぱり、まあ、人間って手顔に持っていくんでね、なのでそういうものがついているってこともちょっと気にしながら、うん、まあ、とにかく手で食べないということですね。これがまず1点です。はい、食いながらですいません、別に飯テロとかじゃないんで。次2つ目、ね、3つあるんで、あ、2つ目はね、コンビニの話。先ほど私ね、コンビニに行きました。タバコが切れた時だけね、私ね、まあ、特例的にコンビニに行くんですけど、コンビニに行く時に決めてることがあります。それは手袋、これちょっとね左右反対なんだけど、まあ反対ながらつけてみます。こういう手袋、これはね、ドライブ手袋、まあ何でもいい、手袋だったら何でもいいです。ビニール手袋でもいいですしね、使った後、まあ、捨てたりとか、まあ、洗うのが有効かどうかっていう話でもありますけど、まあ、とにかくコンビニ行った時とかスーパー行った時に何がリスクかっていうのをお話します。まず一つは買い物かご、ね、食料いっぱい買う時に買い物かご、もしくはカートを使うでしょ。あそこって不特定多数の人が手で触れますんで、だから素手では私は触らない。で中には
シュッシュッシュッってやったりとか、手にシュッシュッやったりとか、あのカートの掴むところにシュッシュッってやって拭くとかっていうのもあるけど、まあそれは別に否定しないけどね。私の場合はそもそも素手で掴むっていうのが嫌だから、あの買い物カゴにしろカートのあれにしろね。だって不特定多数の人が触ってるってことは、釣り革とかと一緒ですよ。釣り革はすっごいよく言われるのに、なんでこのカートのこれとかね、あと買い物カゴって言われないのって話。買い物カゴの方が長時間ホールドしますからね。だから私はもうスーパーとかコンビニ行くときは必ず片方に、もう片方は別にポケットなりまあ出さなければいい、はい、でこの片方の手を使うわけじゃないですか。右手ね、右手を使います。右手にこうやって手袋をして、であれだ、飲料庫あるでしょ、ドリンクがいっぱい置いてる、ね、飲料庫、あそこの冷蔵庫のところの取っ手、あそこですね、あそこで唯一触るんですよ。それ以外は買い物してて触るところって少ないけど、まあ会計の時とかあるけどね。だけど飲料庫のところで触るんですよ、絶対。あれもみんな触ってるから。だから僕はもうそういうのもあるから手袋します。でこれ素手で触って、で会計も私は、クレジットカードで、自分がもうピッと入れる、うん、だからあの店員さんに渡すんじゃなくてね、はい、入れるっていうタイプのコンビニ、まあコンビニによりけいでしょうけど、うちは近所はそれなんですよ。自分でピッと入れて自分で抜いて、はい、なので商品の受け渡し以外は全くその触ることはないですね。お札も、硬貨も触らないです。もうカードで、この手袋っていうのがカードを取り出す、うん、意味ではすごくいいんですよ。これね、札とか硬貨だったら、手袋だと1円とか10円とかってこう出せますかって結構難しい。で札とかもこう1枚1枚って1000円札1枚とかって難しいでしょ。だからカードにしましょう、ね、カードで会計するっていうのがおすすめです。それとこの手袋、ね、カードと手袋はセットカードと手袋はセット、はい、で会計してで、帰ってきます、うん、で、お菓子なんか買うじゃないですか、コンビニとかでね。で、まあ、家帰ったらね、まあ、これは触るのはもうこの辺だから、はい、だからまあこんな感じで、でもこれはまあ皆さんにお任せしますが、処分をするなり洗うなりってやってもらいます。でその後ですね、お菓子とかを食べるときね、はい、ここもね、さっきの話と同じで、はい、お菓子出します。ね、洗った食器があって、お菓子出します。で、これはもう最近、うちの我が家では、お菓子パーティーとかも毎日のようにやるんだけどね、もう絶対に箸です。はい。絶対に箸。皆さん、じゃあね、ポテトチップス、ね、これサムネに使おうかな。ポテトチップスを、手でまだ食べてますか、これ手で掴んで食べてますか、うん、うちの我が家ではうちの子供、下の子だけはね、下の3歳の子だけはそれができない、はい、できなくて箸使わずにねやらしてますけど、まあ、だけどやっぱ慣れが必要、練習が必要ってことで、もう今みんな我が家では、はい、箸でポテトチップスを器用に拾って、はい、ちょっとやってみようか。クッキーね、全然別に日本人箸得意だからみんなできるよね。うん。こんな感じで食べてる。うん。もうこれもう普通です。もう1ヶ月以上。うん。1ヶ月以上これでやってます。もうこれ慣れた。皆さんやってますか？例えばさ、ちょっとテロップ作ったんだけど、こんな状況があったとします。コンビニへ行き、ね、素手で飲料庫の取って、不特定多数の人がベタベタ触ってる、ね、飲料庫を手で開けてドリンク取る、ね、でその後パンを買う、で会計する、はい、お札なり硬貨なりってやって、その手でよく車の中でね、コンビニとかでこう食べるよね。コンビニの駐車場とかでさ、皆さん昼間とかにこう食べるよね、お弁当とかパンとか、はい、その中にパンが入ってたとしますね、いろいろベタベタ触った、この右手で、はい、ちぎってパンを食べる、ね、今私こうやって箸で食べてるけど、これ手で何回もベタベタ触って食べる、うん、でここの想像力があるかどうかですね、結局、うん、で結局そこってさ、どんだけ
何でしょう、マスクやってますとかさ、ね、このシュッシュ、ね、みんなが一般的に言うこと、手洗いうがい、マスク、このアルコール除菌とかね、いろんなことをちゃんとやって万全ですって言ってる、まあ、例えば休校措置、休校措置もね、僕だいぶ前にうちは学校行かせませんって言いましたよね。でそしたらさ、昨日のニュースでやっぱり出ちゃったよ、小学校でクラスター発生、児童4人と担任登校日感染かってね、これ富山県かな、富山市、うん、で出てるんですよね。いやで、まあ学校の言い分としては、学校の言い分としてはですね、まあ、大丈夫だろうと思ったみたいなね、うん、そう、最初は休校に入ったんだけど3月16日に再開して、でその後4月1日に市内では児童や生徒の感染が確認されていない、大丈夫などとして新学期から予定通りスタート。でも7日の日に、たった1週間の間で市内の中学校で生徒の感染が確認されって、でまた一斉休校の措置にしたって、うん、だから言わんこっちゃないですなんですよ。でもしね、こういうニュースが愛知県なり近郊で、まあ、先の予言で1ヶ月後こうなるってことがもし分かってたら、未来のそのなんだ、タイムマシンか乗ってその未来が見えてるんだったら、あなたは、皆さんはね、お子さんをお持ちのあなたは学校行かせますかって話、うん、でそこを想像膨らませると、あ、もうこんなんなる、うん、可能性があるってことで、いや県知事が何て言おうと、どういう決定下そうと、行かせないっていうふうになるんだよ。だから僕は行かせませんって、うん、県の方針とか全然知ったこっちゃないから、うん、で家で勉強はさせるしって、うん、でそれで欠席欠席ってついても別に関係ないって思ってる、うん、こんなことになるんならね、うん、って思ってるんで、だからそこについてはもう自分らの意思で決めれるから、我が家の僕の判断で決めれるから、子供を、登校させるかどうかっていうのは、だからそこは別にね、県知事がこういうなんか変な考えで心配だなとか、そういうあれはないです、うん、そこはだって最終的にはもう親の自由だからねって思ってるからって思ってます。ただこういう私生活の中で、普段僕らが当たり前にやってるようなところで見落としがないか、あ、ここ見落としがあるんだったなって思ったら、気づいたら、それは皆さんの想像力なりで、私がまあ今回こうやって3つ挙げましたけど、それ以外のところで気づいたら、それを早いうちに習慣化して、もう今我が家ではもうこれ1ヶ月以上ポテトチップスとかこういうお菓子っていうのは絶対箸を使う、うん、ってことやってます。とにかく食べ物に手で触れない。だからおにぎりを作ったりとか、うちの両親がお稲荷さん作ったとか、うん、言った時も、もう手で握ったものはもう基本食べない、うん、ことにしてます。だから嫁にも言ってる、おにぎりをこうやって握って、まあ嫁はね、そこはちゃんと気をつけてて、まあラップを使って握るとかね、うん、どうしてもほら下の子にね、おにぎりっていう形にしてあげなくちゃいけないとか、そういうのもあるからね、もうラップでくるんでグッグッてやるとか、まあ、とにかくね、手を直接食べ物に何かしてこう食べるっていう、掴んで食べるっていうのは目で見えないから、でどこ触れたかわからないし、はい、っていうのがあるから、落とし穴だから、そこは皆さん注意されてください。うん、意外とこれ落とし穴じゃないですか、パンとかお菓子って、うん、でコンビニに行った時の、ね、あの飲料庫の、車内でそのまま手でパン食べるって、今の話聞くと、あ、ちょっとやばいなっていう気になってくるでしょう、うん、だから一般的にマスクしましょうとか、手洗いうがいしましょうとか、まあ、いろんなこと言われてるけど、もっともらしいこと以外のところで落とし穴ないかっていうところを、まあ僕はね、まあ、今こういうことあげましたけど、まあ、それ以外にもいろいろあるけどね、まあ、皆さんもお気づきのところあったら、そこはもう躊躇なくどんどん習慣化するとか、はい、学校のね、まあ、休校再開とかってなった時も、まあ、そこは皆さんの、最終的にね、まあ、そのお子さんをお持ちの親が判断することだというふうに私は思っていますんで、はい、そこのね、まあ、まあ、感染しないということのね、はい、そこについての優先事項ね、そこを最優先にしてやっていただけたらと思います。
はい、そんなわけで、ね、ちょっと食いながらで失礼しましたが、まあ、このような形で対策していますというお話でね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。